森本聡、元防衛省と木村官、神戸大学教授が29日、BS 日テレの、真相ニュースに出演し、北朝鮮の大陸間弾道ミサイル、ICBM、発射について議論した。北朝鮮が約2ヶ月半、軍事挑発を行っていなかったことについて、森本氏は、米海軍による日本海での原子力空母の訓練が非常に強い抑止になり、控えていた、との見方を示した。木村氏は、核ミサイル開発の技術的な準備が整い、北朝鮮は外交的に動きやすくなった。中国と米国に、制裁は通用しないとのメッセージが届きやすくなった、と分析した。